皆さんこんにちは。そして、200万人が突破、おめでとうございます。今回は、期間中にやるべきことを、簡潔にまとめました。期間中に手に入る記念メダルを貯めれば、SS 武器、SS ナイトメア、強化素材、ロブといった、エアなアイテムと交換できます。記念メダルの獲得方法は2つ、ログインボーナスと、イベントミッションをクリアすることです。ログインボーナスは、最大で10日間、合計500万のメダルが獲得できます。500万があれば、これらの豪華アイテムと交換できるので、最終日までログインすれば、任務完了、と言いたいところですが、数種類の武器、ナイトメアの成長素材、進化素材も手に入るので、ミッションをクリアしてメダルを獲得しましょう。アマハーアリスは、得意武器、装備可能な武器枠は、初期ロブ、ブレンカーと同じです。特筆すべき点を言えば、ロブスキルの条件を満たせば、最大 60%、武器の潜在能力を引き出せるので、今後登場する強敵と、分かり合えるように育成しておきましょう。装備を得意武器で固めるためにも、絆の探検は交換しておきましょう。武器を考えていなかったので、単発ガチャで締めくくりたいと思います。全開突破しよう。